はい、私です。今回は、小川市の、入合海水浴場から、小川の温泉郷まで、走ってみました。ちなみに、私昔からこの文字読めてませんでした。今は読めてます。はい、ということで入合海水浴場から、スタートです。で、まあ、入合海水浴場、まあ、入合、まあ、先ほども言いましたけども、私今の職場で小川市の方と出会ってなければおそらく今でもご利愛と呼んでしまってました。すいません、申し訳ありません。で、この日、本日、2021年の4月7日、急遽私仕事が休みになりましたので、まあ一人旅というか、一人で小川市をちょっとブラブラしに行こうかなと思って、まずちょっと行ったことないなと思って、まず入合の海水浴場行ってみました。おっと、あ、アラフォーの姿がちらっと見えてしまいましたが、で、ここから、Bluetooth で携帯つながってるためにですね、なんだかんだ、はい、携帯を持ってったら、車の中で、まあ、撮った音とかいろいろ出てたんですけど、まあとりあえず、入合海水浴場、多分下に降りていったら本当海水浴場って感じだったと思うんですけど、ちょっとまだ寒いので下には降りていけず、ちらっと写真を撮るだけにとど、まっております。で、写真撮るとこんな感じで、能代方面がこんな感じで、遠くにちらっと一応能代火力が見えましたね。はい、で、そんな感じで入合の海水浴場を後に、小川の温泉郷に向かって、走っていこうと思います。で、まあ、前回の動画ですかね、まあ、小川の駅から、生ハゲ、大きい生ハゲの像まで、走ってみたんですけど、その時に、ああ、もう近々小川の温泉郷行ってみようと思ってたんで、今、本当、今日たまたま天気もすごく良くて、はい、すごい、ドライブ日和になりました。で、普段この入合川っていうんですかね、この最初に出てた地図、後でちらっともしよければ見てほしいんですけども、基本的にこの日本海側の道路を、走って小川の温泉郷に行くってことは、私自身、まあ、よっぽどのことがない限りちょっとしないんですよね。ですんで、まあ、この辺り走る時はですね、走る時というか、もうこの辺走ること自体も今までで人生で10回もないんじゃないか、まあ、10回目ぐらいと言われたら、あ、そうですかっていうぐらいの回数しか走ってなくてですね。で、ただ、この日本海側、小川半島側のこういうなんか坂道を下りながら海が見えるっていう、なんていうんですかね、いわゆるこうあれですかね、魔女の宅急便的な感じの、なんていうんですか、ロケーションって言えばいいんですかね、そういうのが見えると、まあ、私としてはすごい感動するというか、なんか心に来るものがありますね。まあ、私が生まれたところはもう、生まれた町自体にもう 海に面してないところだったんで、まあ、海に行くためにはだいたい自分の家からだと20キロぐらいですかね、まあ、自転車で20キロかけて、中学校の頃なんだ、友人と、私ともう友人2人、まあ、全員3人で、なんだ、若見町の宮沢海水浴場とかまでちょっと自転車で走ったことありまして、まあ、そりゃもうすごく、もう20キロって半端なかったですね。でも最終的に、まあ、宮沢海水浴場にたどり着いた時に、こんな感じで坂道をこう下って海の匂いがしてきた時の感動みたいなですかね、まあ未だに忘れられないですね。で、まあ自転車、まあ、3人で自転車で20キロかけてその宮沢海岸行って、宮沢の海で泳いで、まあ、帰る時に誰の自転車だったか忘れたんですけど、一人パンクしましてね、あの時はもう帰り、私が一人ちょっと二血というか二人乗りで、ちょっと乗せながら、もう一人が自転車をこう、なんだ、2台なんていうんですかね、右手でもう一台のこう自転車を走らせるみたいな、そんな感じで、あの大潟村の超直線道路みたいなとこを走った記憶があります。あれだけでも10キロぐらいそれで走ったんじゃないかなと思いますね。もういい思い出でした。で、当時、まあ、今もなんですけど、海に行く時に日焼け止めを塗るみたいな習慣がなかったんで、まあ、海行ってから、まあ、その日の晩ですかね、もうお風呂に入ったらそれはもう背中が痛くて、夜は背中が痛くて寝れないし、はい、あの時は
そうですね、あれが中2、中3ぐらいの頃の思い出ですかね。でも、もうあれからかれこれもう20年以上経ってますけど、まあ、はい、懐かしい、いい思い出です。とかなんとか言ってるうちに、まあ、動画も結構カットしてますけど、やっと男鹿の温泉郷に、到着です。まあ、ここに来るまで、まあ、今これも10キロ、15キロぐらいあったかと思うんですけども、まあ、毎回思うんですけど、この男鹿の生ハゲのゾーンが私ちょっと意外とこれ怖いんですよね。いいんですけど、すみません、私がチキンなだけなんですけど。で、あと、そうですね、この男鹿の温泉郷、これ桜でいいんですかね。結構4月7日現在で、それなりにこの桜だとしたら、まあちょっと無知で申し訳ないんですけど、まあちらほら咲いててすごい、満開になる頃にはすごい綺麗なんだろうなと思いましたね。で、あと、昔働いてた職場でこの男鹿観光ホテルさんですか、忘年会は男鹿観光ホテルさんで毎年やってましてね、そこに泊まりで、まあ男鹿観光ホテルで泊まりながら忘年会やりながら、まあ、いっぱいやるみたいなのが、慣例になっていた時代があって、まあ、あの頃はもう本当年に1回の忘年会結構楽しみにしてましたね。で、当時、私の前の職場があったところの、市長に立候補する人とかもちらっと応援っていうんですかね、まあ、握手をしに来るような感じでちらほらそういう人も来てましたんで、まあそうですね、あれから10年、もうあの人も未だに市長続けてるっぽいっていうか、まあ悪いことじゃないんですよ、もう全然頑張っていただきたいんですけども、まあなんか感慨深いなと思います。で、この辺り結構スナックとかあったんですけど、 あるんですけどね実際、まあ、そのスナック街みたいなところはちょっと車で行きづらいところなので、今回は、本当に、なんていうんですかね、走れるとこだけちょっと、車では走っております。で、そうですね、その男鹿の温泉郷で、忘年会やるときも酔っ払ってこの下の海のとこまで歩いたりしてたもんですね。冬のめちゃめちゃ寒い中何やってたのかなと思いますけど、はい、でもまあ感慨深いです。前の職場はちょっと今、潰れたっていうのはちょっと違うんですけど、半分で、まあ、事業を縮小してもうあの時のメンツと一緒に働くこともないんだなって思うと結構感慨深いものがありますけども、はい、また今度機会あったらその頃の今でも連絡を取るような、人らとはちらほら会って、また、当時の話でもしてみようかなと思います。で、これ、最終的に、まあ、ここが終着地点になってしまいましたね。男鹿温泉郷の下としか表現できないんですけど、なんか多分地区名あるんでしょうけどね、ちょっと申し訳ない、今回は、これはちょっと割愛させていただきます。で、なんかキャンプしてる人とかもいて、なんかこの辺りもやっぱ男鹿市ってやっぱ観光スポットというか観光名所いっぱいあって、本当やっぱすごいなと、思いました。で、ここからちょっと車を置いて歩いてみたんですけど、それもこの動画で1本にするとすごい長くなるので、これで一旦終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。